国際通り歩いたらなんか起きんかな。突撃国際通り。レンズ。ありがとうございます。すごい。どうも。スタッフ。サボってる。サボってる。お名前は何ですか。さとみななです。今日は YouTube のネタがありません。何しようかがわからない。どうします。何ですか。ねえ。どうする、何やる、何しましょうか。国際通り歩いたら何か起きんかな。うん、行ってみましょうか。動いたら何か起きる。国際通り歩きましょう、はい、何もなかったら今日は国際通り散歩してるだけの動画になるかもしれないので、でも何か起きるかも、何か起こします。よし、じゃあ突撃国際通り行ってみましょう。人いないね。コロナで。ね。シャッターも閉まって。シャッターも閉まって。今ねプロテイン飲んでダイエットしてるわけだ。そう。うん。結構痩せてきた。何も起きないから何か起こそうとしてる。平和通りでお気に入りのお店ってある？あ、あるよ。 あるある。あのね、いい喫茶店がある。そう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 、スワンって言ってね、47年やってるおばちゃんが一人で、そこめっちゃおすすめ。行ってみてください、探して。何か起きました。お友達の宮平さんです。熱は何してるの。いや散歩、うん、人が集めてるといいみたい。あー、じゃあいなくなってから、うん、あ、ジランバーいたからそれ見た、見た、見た、しっかり今日覚えてまたね、ありがとう。覚えた。宮平さんは最初国際通りウォーキングしてる時に出会って、でね、リハビリで歩いてたんですよ、ウォーキングして。で、うちのお店でお酒飲める、飲みたいって言ったけど、もうたくさん飲みすぎたらまた倒れるよって言って、で一升瓶を月初めに買って、1日何杯って決めて、その量行ったら勝手に一升瓶隠して帰らせてっていう常連さん。
新店舗借りましたよ、そういえば今思い出した、行く質問コーナーの話されてた、そうどうするの、そう何してんの？ああ、どうぞ。うちのスタッフ、サボってる。サボってるでしょ、今。違う。サボってる。やっぱ何か起きたね。俺サボるからさ。じゃあね。ヨメニーの店行こうって言ってて、でも余裕かしでヨメニー今なんか日本一周するらしいよって話なんですよ。ヨメニーいねえじゃんみたいな。一人もあれヨメニーじゃねえ。すげえ。いや写真撮ってやっぱり撮ってください。はい、ヨメニーだ。こっちなんかこっち。違うかもしれない。開かない。また今度しましょうね。また来ます。何も起きないですね。うちのスタッフ、お名前は何ですか？里見奈々です。里見奈々さん、何されてる方ですか？ここでお弁当売ってます。お弁当売ってます。夜は何してるんですか？ニューオキナーで働いてます。そうなんです。うちのスタッフで彼氏は募集中ですか？募集中です。ちょっと前に別れました。知ってる情報全部言うやん。ダイエットは順調ですか？あ、終わりました。あ、ダイエット終わりました。なのでもう、ね、馬が一番ピークですという明るく元気な商店街ですので皆様お待ちしてます。以上、里見奈々さんでした。ありがとうございます。いよいよ年を。ヨメニーさんってどんな方ですか？嫁兄さん、少年のようですね。こちらのお店にはよく来られるんですか？嫁兄さん。よく、まあ、目の前歩いてますね。あ、はい。こちらのお店は、何年創業？まだオープンして1週間なので、でまあ、弁当屋から始めて、ちょっといろんなことしていこうかなと思っているところですね。お店のおすすめのメニュー？メニュー、今は弁当は朝から売ってますんで、で結構、人気でもう夕方には完売しちゃうんで早めにもう皆さんもうおすすめやっぱチキン南蛮が手作りしてるので、チキン南蛮美味しいですよ。ぜひ買ってください。バイバイ。また行きます。飲食店のオーナーさんで仕事友達です。
まるはね、ハエバル。ハエバル で仕事をするようになって那覇に来て、で一食のアルバイトしたのが国際通りで、そっからずっと国際通り、はい、YouTube で国際通りを歩いてたら何か起きるかっていう撮影をしてた、うん、でぐるーっと歩いてきて何も起きずにここにたどり着いた。なるほどね、うん、なかなか通常だったら怒るけど ねやっぱ人が少ないとあんまり怒りにくいのかな、ね、唯一怒ったのが、うん、路地裏でトモがタバコ吸ってた、トモがサボって、あ従業員だ、そうそうそうなんかちょっと人増えてきた感じするね。うん、増えてきたね、少しは。もうまだまだだけどね、うん、やっぱ少ない、少ない、来てくれてはいるけど、やっぱりもうまだまだ我慢できたね。いらっしゃいませ。いらっしゃいませでも元気で頑張りましょう。元気で頑張りましょう。大丈夫よ、いただきましょう。じゃあ、ヨメニーさんとのご関係を教えてもらってもいいですか？ご関係、もう10年以上前からの友人です。同級生です。ヨメニーさんってどんなお方ですか？どんなお方？そうです。テレビでよく面白い方って出てるんですけど、もう本当にテレビ出る前からずっと同じような感じの方で、はい、昔からもう周り、友達とか、人が集まるような方です。はい。お店の紹介もさせていただきたいんですけど、はい、こちらのお店の、はい、創業は何年頃ですか？創業、会社としては31年とかですかね。30年以上、会社も私たちと同級生ぐらいです。はい、そのお土産屋さんとかを中心に扱ってるお店ですか？はい、そうですね、お土産を中心に扱ってます。最後に、はい、国際通りと、はい、お店を盛り上げるために、はい、一言いただいても、お店を盛り上げるために一言、はい、もうこの厳しい、ね、コロナで苦しい期間でありますけども、本当に私だけじゃなくてもみんな苦しいと思うんで、どうにか踏ん張って盛り上げていきましょう。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。報告があります。嫁に本気のダイエットします。ポンポコリン。これで何が分かるんですか？これで筋肉量、体脂肪量、体脂肪量、すごい。これ僕の体ですか？はい。ああ、はい、やばい。